デザインはもちろんなんですけど、日本人って本当に他の国の人たちはこだわらないようなところにこだわるので、形が全部均一だとか塗る厚みが全部均一だとか、日本人がこういう細かいアートだったりとかを好んで、多分日本でこうネイルアートっていうのが大きくなってたんだと思うんですけど、そしてまた今日本からそういうのが海外にこう発信してるような感じだと思います。このように入りますと自動的に便座が開いてくれます。この便器は温水洗浄便座が一緒にくっついております。乾燥機能、そしてパワーダッシュ機能も一緒についております。人が入ってきますと自動的にお水が流れ、汚れがつきにくくなっております。また洗浄後も自動的にきれい除菌水が流れ、お掃除がとってもしやすくなりました。